アニメ君線のエンディング曲、まあ、複雑で濃い世界観の作品なんですけれども、このエンディング曲ということで、まあ、聞いた瞬間にこう激しさと情状豊かな感じが伝わるメロディーと歌にしたいなと思って作りました。メランコリックな曲にしたかったので、これがもう第一優先順位で作りまして、でなので異国情緒あふれる楽器とかフレーズをもう歌メロ以外にもイントロや間奏にも散りばめています。フラメンコ的なギターや異国情緒あふれる歴史を感じさせるような琴とかそういう楽器を至るところで使っています。曲調を音と歌でこう表現したいですっていうことをもう只野さんはそのまま言葉にしていただいて、あやめさんも歌詞そのままの感情で歌うことができたんではないかなと思っています。で歌い手も聴き手も聴いてくださる方も歌ってるあやめさんももしくはこの曲をカバーとかカラオケで歌ってくださる方も主人公になれるような切ないすごくいい歌詞だと感じます。藤田淳平さん、エルメスガーデンの藤田淳平さんといえばもうねみんな大好き千原みのりさんのあんな曲やこんな曲、小倉優さんのあの曲を自分のが作曲してアレンジしてくださっていまして、もう自分がデモ音源を作って最終到達点こういう感じにしたいですっていうことも確実に貫いてこうやってくださって、でしかもプラス盛り上がる方向に持っていってくださって毎回テンションが上がっています。今回の曲も先ほど言ったような異国情緒あふれるような雰囲気にしたいというものをすごくなんて言うんだろう自分が思いつかないようなフレーズも加えてくるいただいて、なのでこういう到達点になったのだと思います。しずくの YouTube チャンネルや各音楽配信サイトでパラベラムが聴けますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。切なくて聴き応えがある楽曲となっております。それでは春龍でした。